おかえり。誰だお前。マキシマムフードサービスの佐々木さんだね。山崎に頼まれたのか。山崎。じゃあ柴田か。敵が多いんだなあんた。俺になんかしてみろ。それなりにでかい組織を敵に回すことになるぞ。まあそうだろうな。何が目的だ。すごく簡単なことだ。今回は気が楽なんだ。なんだ。今付き合ってる女いるだろう。あのモデルの女だよ。結婚を考えてる。ああ。その女と別れてくれればそれでいい。どうせウエストのコネが結婚の目的なんだろう。嫌だと言ったら。なんだよ。嫌なら殺すかどうかも視野に入れて交渉しなくちゃいけなくなる。あんたが3ヶ月前から密かに囲ってる地味めのあの子なら結婚するにはいいと思うよ。なんでさ私たちは一緒にいるんだろうね。俺の世界はこう3人でできてんだよ。孤独な3人のかけがえのない小さな世界、いつまでも続くと思っていた。裏社会で交渉人となった木田と表社会でのし上がった誠、二人にはある目的があった。リサにふさわしい人間になるためだよ。本気か。本気だよ。君人殺せると思う？結婚してっていうサプライズとかだったら超上がる。じゃあなんでだよ。気になってしょうがねえんだよ。頼むよ。ちゃんと。それは日本中を巻き込むある壮大な計画だった。一日あれば世界は変わっちゃうんだよ。危ない橋っていうのは自分のために渡るもんだ。分かってます。頭おかしいんじゃないの。ラスト20分の真実にあなたは心奪われる。誠！木田、お前にもドッキリ仕掛けといたかんな。名もなき世界のエンドロール。